どうも、ジョンの方です。どうも、ジョンの方です。はい、というわけで今回はですね、野村高校という愛媛県の高校に、はい、お邪魔させてもらってます。で、今回はですね、はい、前にやった、はい、老人数教師というね、企画があったと思うんですけども、はい、いじめた企画ですね。いじめた企画、女の子についていじめた企画、はい、はい、それのバージョン2ということで、はい、今回やっていきたい企画はですね、はい、もしも生徒と教師の立場が逆転したらどうなる。はい、これはね、今回はこちらの生徒さんにやってもらいます。いやー、もうよう言うし。で、ちょっと企画を説明するとですね、たくましいわ。普段はね、教師さん一人で生徒がね、いっぱいいるっていう感じだと思うんですけど、それが普通ですもんね。そう、はい、今回はこれがもうリバース。生徒が先生やって、先生がもううじゃうじゃいると、まあ、その大人数の教師の前で君たちが授業をするというね。今回はですね、生徒さんにはですね、自分の好きなこととか、詳しいことを先生方にちょっと授業してもらいたいと思います。なるほど、なるほど。だから英語とかそういうことではなくて、まあ、そうですね、今回はちょっとそこ離れて、今回はほんまにもう教師にもうなりきってたの、ほんまにもう好き勝手にブレークをというか、もう別にもう失礼なこととか、年下と思ってな、俺らは年下と思って接してほしいの。それをもうぜひね、ここにぶつけてほしいなと思います。はい、というわけでやっていきたいと思います。メールに流せば水野村高校。次はね、この子ね、
と銀があったね。金のポケモンこれ。ゴーゴー。あ、正解、正解、ゴーゴーね。ゴーゴーちょっと持ってきてないけどね。これ出たときセンセ生きてます？生きてない、生きてない伝説のポケモンってどういうことなんですか？伝説。伝説のポケモンっていうのは、まあ、ゲーム中では種族値が高い。100とか。こいつはね、マジですごい。全知全能のカム。アルセウスって名前に、全知全能系の名前あるのかな？アルセウス。正解、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 すごいね。ギリシャ語でね、万物の始まりっていうのを表すアルケっていう言葉があるんだけどね。知ってる？あ、知ってる？分かった。アルケね。これアルケっていうのも入っとるの、多分ね。これ絶対捕まえるんですよ、これ。これはね、本当はね、俳句なんやけど。俳句？俳句で、100年前。伝説の民がこう配られる。そうそうそう、誰が待って配られる。伝説に1匹しかいないです。配られる。配られる、配られる。ダメ
数クリアしないといけません。この可の数が段階に182万、不可の数が11以下の量でないとクリアしても合格はなりません。はい、はい、それは大学のレベルで言うと何大学レベルなんですか？この上にまだ5個台があるんですよ。5個、まだそんな大きいとこじゃないです。東大ほどじゃないんですよ。じゃ東大はもう友達ですね。友達この3曲目をしたい人最後は達人の渡り一回出したくてあるんで山本先生先生、山本さんで。何ですか？はい。今日は無理です。歯が大体300から400で、負荷が300でした。これでもできる人とできない人って何が違うんですか？対応先は完全に出来の差です。違うの？別のゲーム、ガチャガチャでいいやつが出た、だったらもうすぐみんなのように追いつけるじゃないですか。だって対応達人はどれだけ練習したかによって上達する速さが変わります。対応達人の難しさ、口で言う難しさと実際にやってみる難しさというのが分かったと思います。実際なんかゲームセンターでしているとやたら上手くないじゃないですか。逆に上手すぎたらなんかうって聞く人もいると思うんですけど、あれが努力の塊なので聞くというよりちょっと褒めてあげた方が多分本人も喜ぶかと。
って言って、これコンディの字です。で、この本は英語で言うとこれですね、これルートになるんです。で、英語のルートを使ってこれになる、いわゆる。で、ルネ・デカルトさん、これテスト出ます？出ます。ルネ・デカルトさん、これに横をつけました。それがそれがそれつけちゃう。二乗にして絵になるを絵を込んで表すんですけど、じゃあ山本、はい、A の2乗を平方根で表すとどういう表し方をするか。先生が発見したんですか？ネットです。